ヤンキー型原子力潜水艦はソビエト海軍が運用していた原子力弾道ミサイル潜水艦、ホテル型原子力潜水艦の後継艦級として計画された。ヤンキー型の名称は NATO コードネームによるものでソビエト側の名称はそれぞれである。多くの派生型があることが知られており、それぞれのソビエト側名称はである。これら派生型と合わせて十四隻が コムソモルスクナームール及びセベロドビンスクの造船所で、1967年から1972年に、かけて収益した。1990年にはほぼ全艦が退役している。本級 QR-13 を装備していた、ホテル I 型原子力潜水艦と異なり、水面への浮上の必要がなく、水中から潜水艦発射弾道ミサイルを発射できるという点で、優れている。 だが、搭載している R-27、RSM-25 の射程は 2000km と短く危険を犯して敵が航空優勢、正解権を持つところまで移動しなければならなかった。この欠点は次世代のデルタ級原子力潜水艦がより、長射程の SSN-8 を搭載することにより改善されている。なお、本級は、 アメリカのジョージ・ワシントン級戦略源泉に似た外見であるが、実はソ連の諜報機関が入手したジョージ・ワシントン級戦略源泉の各種資料をもとに設計された源泉であった。当初は横置きの弾道弾を縦に回転して発射するという第667号計画として進められていたが、ニキータ・フルシチョフ首相の前で模型まで用意して667号計画の 説明を行おうとしたら、運悪く模型が、フルシチョフの目の前で壊れてしまった。これに激怒した、彼は、模型でさえ壊れるような感など、実際に作っても壊れてしまうだろうと言って667号計画を中止させ、改めて、改正版の6 6 7英号計画として、再スターとして出来上がったのが本型であった。このことは、 潜水艦隊の将兵にもある程度知れ渡っていたため、本型は、事情を込めて、イワン・ワシントンというあだ名で呼ばれていた。1986年10月バーミューダ沖で、K-219 が、ミサイルの燃料漏れによる火災で沈没している。プロジェクト667型667、AM 型搭載弾道ミサイルを固体燃料の R-31 に乾燥したタイプ。 R-31 の性能が期待したほどではなかったため、この改造を受けたのは K-140 ただ一石のみとなった。弾道ミサイルを撤去し、そのスペースに魚雷及び巡航ミサイルを発射する 533mm、魚雷発射管8及び弾口を設置。K-395、K-408、K-418、K-423、K K-415、K-399, K-236 の7隻が改造。体圧線格外に 3M-25 巡航ミサイルの発射艦12を装備。K-420 がこの改造を受け発射テストを行うが 3M-25 がソ連崩壊後に開発中止となったため1隻のみに止まった。 弾道ミサイルを撤去し、電子機器及び、艦備中打状に、流線型のポットを設置し、栄光式、ソナーアレ及び、関連機器の試験に従事。改装に伴い、第1級特殊用途大型原子力潜水艦に、細分類、K-403 が、この改造を受け、看板号が KS-403 に変更された。ミゼットサブの母艦に改造。 K-411 が、この改造を受け、看板号が KS-411 に変更、後に BS-411 となった。ありがとうございます。